はい、ヒデチャンネルヒデです。今日のお題はね、こちら。ISS キャンセル車と、月1補充電。これをね、比較してみて、バッテリーの寿命はどう変わってくるのというところをね、ちょっと掘り下げたいと思います。あくまでもこれね、リスナーさんからいただいた、こちらの ISS キャンセルの実測値と、私の月1補充電の実測値と、あと予測値もね、含みます。正確なところばかりではないですけども、大体の大枠がこれでわかるんじゃないかなと思いますので、ぜひご堪能ください。まずね、アイドリングストップを有効にしてる人とキャンセルしてる人、この二方でね、バッテリーの寿命判断ラインどう違ってくるか、これをね、おさらいしておきましょう。まず、ISS を有効にしてる方。これはね、もう間違いなくアイドリングストップしなくなってきたとき、これがね、判断基準になります。それもね、たまにしないじゃなくて、もうかなり頻繁にしなくなったって時が、寿命判断基準になるかなと思います。そしてキャンセルしてる方。これはね、もうアイドリングストップさせてないわけですから、もうセルが回らなくなった時、こういう風になるのかなと思います。一説によるとですね、規定値の 70%CCA が減ってきたら、こういう状況になりやすいということでね、キャンセル車の判断ラインになるかなと思ってます。ISS キャンセルの方の寿命変化から見ていきましょう。こちらです。これはね、リスナーさんの方からいただいたデータをグラフにしたものですね。軽自動車で M42 というバッテリーを使っております。で絶対値はね、私の車とは違うんですけど、その変化具合を見ていけば、その予測ができましたので、それでお送りします。この方からいただいたデータは、この四角で囲んだところですね。新車時が内部抵抗 5.6、CCA はなんとね、565もあったところから始まってます。そして2年半後に CCA400 まで低下して、内部抵抗は8ミリオームまで拡大していると。で、一説によるとこの8ミリオームですね、が ISS 禁止ラインにかかるらしいです。ただこの方ね、ISS キャンセルで乗ってあったんで、特にその変化は感じてないと思います。で、3年後ですね、ついにね、CCA は360と規定値の365を切ってしまいました。そして内部抵抗は9ミリオームと、かなりね、大きくなってきてます。CCA はね、なだらかにこう、一時直線的に下がってきて、内部抵抗もこういうふうに一時直線的に増えていくんじゃないかということでね、途中のデータを私が埋めて作ってます。で、これから言えることはですね、ISS キャンセルしたバッテリー、これノーメンテで使い続けて、寿命かなと思えるラインに到達するのがね、ここですね。4年半後。この時にですね、はい。CCA が規定値の 70% を切ります。このラインですね。この方だと規定値365に対して255。このラインを切ってしまいます。そうすると、この4年半後がもうセルが回らないとか、そういう現象が起きてるんじゃないかなと思われるんですね。月1補充電。これのね、データを見てみましょう。最初がね、この1月28日から、これがね、1月6日までのデータ。約1年なんですけども、これは購入してから、2年半経ってます。だから最初の1年、半のデータはないんですね。ここ最近の約1年間のデータというところで見てくださるといいと思います。で、ここで言えるのがですね、まず CCA ですね。1月なんで冬から夏に向けて上がってって、また寒くなって下がってくる。こういう変化をしてますね。で、内部抵抗はその全く逆です。冬ちょっと高めから暖かくなると低くなってきて、寒くなるとまた上がっていくと。で、これで見るとね、内部抵抗のこの丸1年の平均っていうのは 5.54 ミリオームでした。これが右肩上がりなのか、ほとんど変化ないのか、それとも下がってるのかっていうのを見ようとしたときに、この前半で見ると 5.52 ミリオーム、後半で見ると 5.56 ミリオームってことで、わずかに内部抵抗は増えてるかなと、右肩上がりで、わずかずつ劣化してるかなっていうのがわかります。CCA から見るとね、ちょっと違ったんですけども、
この1年間の CCA の平均が511ありました。で、前半で見ると 511.0、 後半で見ると 511.8 ってことで、 CCA 的にはね、微増してるんですね。まあもう測定誤差範囲かなという感じはします。この1年間のデータから言えることは、まあ、先ほどの一時直線的に緩やかに劣化していくものとは全く違って、ほぼなんていうんですかね、水平の変化というよりは変化してないなというのが正直なところですね。はい。この1年間気温によっての上下はあるんですけど、ほとんど水平な値を保っているというのが見えてきます。この ISS キャンセルと月一補充電の2つのデータをね、重ねるとこうなります。じゃじゃん。このブルーの線がね、 ISS キャンセル車の CCA 変化予測、そして、このオレンジのラインが ISS キャンセル車の内部抵抗変化予測、そしてこの緑のライン下側、これがね、月一補充電の内部抵抗の変化予測、そして、この上の緑のラインが月一補充電の CCA の変化予測で、ここ実線で書いてあるところ、これはねデータがしっかりあるところですけども、この点線のところは私の予測値ですから、この通りに変化するかどうかっていうのは、まあ、実は分かりません。まあ、ただここの直線具合から見ると、まあ、こうなるんじゃないかなというのが予測できるかなというところです。 ISS キャンセル車の寿命予測としては 4.5 年後、ここだったんですけども、月一補充電で ISS を有効にしている私としては、その判断基準というのはこの辺になってきます。この ISS 禁止ライン8ミリオームですね、これを超えると、まあ、頻繁にアイドリングストップして、あ、もう寿命かな、交換かなと思うと思います。まあ、実際ね、同じ車に前乗ってたんですけども、それはね、まさしくこの 2.5 年後、2年半後にアイドリングストップしなくなってきて、3年後に交換してると。まあ、そういうことからね、このラインとこのラインっていうのは非常に予測に当たってるかなとは思ってます。ただね、このラインなんですね。月一補充電ずっとしてると、ほとんど水平なんですね。まあ、特に内部抵抗を見た方がいいんですけども、だいたい 5.5 ミリオームから 5.6 ミリオームぐらいから始まってるんじゃないかなと思われてて、で、まあ、ほとんど変化しないと。多分4年後、5年後で6ミリオームを超えてくるかなっていうような感触があるんですけども、全然ね、8ミリオームまでまだ結構あるなという感じです。だから正直、この月一補充電の寿命っていうのがどれぐらいなのかっていうのが、正直わからないんですね。はい。もうたくさん持ちますっていう感じでは、まあそういうふうにも見えちゃうんですけど、ちょっとわからないなっていうのは正直なところです。まあただ、この内部抵抗がね、8ミリオームにこうぐっと近づいて突破していくと、これは寿命になっちゃうんで、まあそういう変化をしそうな感じは今のところないなと。まだ長く使えそうな感触も強いなという感じですね。まあこれをもちろん内部抵抗を低く維持したいわけですし、CCA もね、当初の CCA からあまり下がらないように維持したいと。で、その目的はね、どうも達成できてるかなという感じです。これを踏まえてね、今日の結論、じゃじゃん。ISS キャンセルと月一補充電、その予測寿命はと、結果、ISS キャンセル車、おそらく 4.5 年後ぐらいにセルが回らないという症状が出るんじゃないかなと思われます。そして月一補充電の場合、これね、わからないですね。ただ、劣化の兆候が、あのグラフからね、見られないっていうのはいいんですけども、どこまで使えるかっていうのはさすがにわからないですね。まあ、ある日突然パタッとセルが回らないとかいう突然死に襲われる可能性が、これが一番高いのかなと思っちゃいます。まあ、前乗ってたね、同じステップワゴンで2年半でアイドリングストップしなくなってきて、3年で交換した経緯からね、今の車はね、新車から頑張って毎月補充電してきてます。まあ、その結果ね、こちらのように
内部抵抗、CCA ともにね、その変化が少なくてね、おそらく新車時の値に近いところを維持できてそうな感触があります。まあそういう意味でね、日々のこの月1補充電の目的は達成できてそうなんですけど、寿命としてはね、まあ 4.5 年よりはもうちょっと伸びそうな感触もあるんですが、まあ、ここからはね、はっきりしたことは言えないかなとは思ってます。ただ、4.5 年以上、いきそうな感じはあるんですけどね。はい、どうなるでしょう。今後もね、この月1補充電しっかり続けながら、まあリスナーさんのデータとかもいただいて、それとも比較しながらね、いろんな情報を発信していきたいと思います。ぜひチャンネル登録いただいてお見逃しなく。ご視聴ありがとうございました。